こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、婦人用腕時計ラドーの、電池交換についてご説明したいと思います。婦人用腕時計ラドーですね、こういう時計なんですよね。ちょっとネジも全部外してますんで、これ元入った電池ですね。こういう超硬化といいましてね、非常に硬い材質で傷がつきづらいタイプなんですね。まあ、あと裏蓋はこういうネジ4本でこう留めるタイプで、ここにこうネジがありますけどね。このネジっていうのはやっぱりね、錆びることなんですよね、非常に。それで最終的にこうネジ穴にシリコングリスこれつけまして、こういうのつけましてね、して錆びないようにしたいと思います。これは元の電池ですね。これも新しい電池でございますね。これはね、ネジとこの板ですね、この板をここに入れてこれ飛ばすことなんですよね。これがちょっと大変というか厄介な手なんですけどね。ネジをちょっと緩めて最終的にこの板をこのネジにこうかますような感じで。締めて、こういう感じですね。これ OK ですね。そしてこのシリコングリスをここにこうつけとくと、この次回開けるときですね、まあ修理するときもオーバーホールするときでも、もうひどい場合ね、これ腐食して取れなくなる場合もあるんですね。もう錆びがひどい場合は、特にステンレス錆びないと、まあ普通思いますけどね、これ特にこれ空気に触れないとこなんか、特に汗入ったりそういう場合ですね、やっぱり錆びるんですよね。締めて、一応ネジも交互にこういうふうにね、こういう感じでね、締めていきます。まあグリス入ってるは本当に時間安心ですからね。と1本入れてね、これで完了でございます。ね、これ今1本入れますね。これでこう水性の時計でこうネジ使うの結構あるんですよね。これだと時間を合わせてちょうど今5時6分、午後5時6分でちょっとざっくりですけどね、ここで時間を合わせます。はい、これで完了でございます。はい、よろしくお願い申し上げます。